い、今日は2021年12月10日、あの観覧車、辻村でよう見ましたね。夜が辻村から見えた？見えるよ、夜が綺麗だったですよね。はい、今日はここの刈谷ハイウェイオアシスです。ここにいきなりステーキという、うん、あっちのね、焼肉屋があるということで、うん、今日はそこを食べに来ましたね。こちらが、温泉かきつばたですね。この足じゃ入れんね。こうあれだ、人気があるんだろこの温泉は。はい、あすごいね。まだこれあの階段の上のあの当線部通れるよね、車椅子。かなりきついぞあれ。あっち側はすぐ入れる。結構混んでますね。ここは人気があるんですよね、カリオアシスは。そう、みんないきなりステーキを食べに来る。いきなりステーキをみんな食えてる。嘘だろ。でここはもうじきいつになるのかな、スマートインターチェンジができるんですよね、うん、今あそこ工事中なんです。どっから出るようになるのかな、はい、出入り口がちょっとまだいまいち分かりませんけど、どこにいきなりステーキがあるんだ。そこがいきなりステーキと書いてありますね、うん、さあすごい早いわこれ下りや。でもね、どんだけ食えるかな。150にしとこうかな、うん。150じゃ足らんかな、200ぐらいか。200よ、俺は大きい。昨日だってお前半分しか食ってないだろ、うん、500の牛乳買ってきたけど。はい、はい、いきなりステーキ。まだ、営業前だったですね。11時から営業です。当然ですよね。まだ10時40分です。ちょっとスマートインターのところをちょっと見に行ってみましょう。どんな、外からほとんど見えへんか。スマートインターチェンジ2月23日まで工事期間だから、この辺で開通するんですかね、うん、こっちは3月31日までになってる。いいわからんですけどね。まあいいや。でもうちはあの南インターがすぐ近くだから、ここを利用することはほとんどないね、うん、まあどっか出かけて帰りにいきなりステーキ食って帰る。あ、スマートインターから入ってここから食って出れるか、うん、そういうことか。ここまで来て食って、これが店ですね。ステーキは厚切りがいいか、柔らかいやつがいいんだけどな。一番柔らかいやつはどれになるんだ。ヒレステーキは 200g より、サーロインは 200g からだって。そうなの。あ、でもこれワイルドステーキ 150g。 150じゃん、うん、ワイルドハンバーグ 150g。 へー、わあすごいね。はい、私はこのワイルドステーキの200ですね。1408円か。営業はあそこの和牛乱切り、和牛ですからね、あっちの方がうまいかわからんね。和牛乱切りが120で1600円と書いてあるね。で、ランチをセットすると220円ということです。あ、回転ですね。やっぱし結構するんですね。頼んだ結果、あの値段は消費税がついてないのか、うん、トータルで3448円だって。へ、楽しみですね。こちらは上り線の店の方で、あちらがラーメン屋。あ、こちらも麺じゃん、かきつばた。あ、ご飯か、ご飯と副菜の方は、ね、あ、そうか、ラーメンと和風の麺か、うどんとか、うん、で、このいきなりステーキ4軒入ってるんですね、うん、真ん中は飯屋だ。ブザが鳴りましたね。できたみたいですね。楽しみですね。どんなのが出てくるでしょう。
落とすなよ。おー、それがあんたのか。あんたの。これが俺の。うん。わあ、すごい分厚いね。おお、ほんと跳ねとる跳ねとる、いいね。さあ、柔らかいかな、これが問題ですけど。おお、いいね。これが何だ、120か。うん、120。こっちは200ですね。さあ、どう、こっちの方が和牛だからうまいだろ。ゴリゴリ筋やろ。さあ、どうでしょう。いいね、柔らかい。じゃあこのストックで俺くれ、これストックで持ってって。じゃあ私もいただきますね。いいね。